この粉を味噌汁に入れると痩せます。この動画を最後までご覧いただくと、なぜ7日間で痩せるのか、その理由と7日間で痩せるための味噌汁にちょい足しする7つの魔法の粉をご紹介します。マイナス10キロ綺麗に痩せる腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。もしかして味噌汁はダイエットにいいと聞いて毎日飲んでいるけど、いまいちダイエット効果を感じられない、定番の同じ具材になりがち、味噌汁に飽きてきたなんてことになっていませんか？じゃあどうしたらいいのって思いますよね。結論、いつもの味噌汁にちょい足しするだけで簡単に味変できて、味噌汁のダイエット効果が倍増する魔法の粉を入れるだけ。下腹ぽっこりで足元が見えない、毎日すっきり出ない、ウエストがゴムの洋服ばかりになってきた、体温が35度台で体が冷えている、体重が増えて腰や膝に痛みが出てきた、もし一つでも当てはまっているなら今すぐ味噌汁に入れてほしい。私や私の生徒さんたちもこの粉を味噌汁に入れて3ヶ月でマイナス10キロ、6ヶ月でマイナス27キロ、血圧やコレステロール値、頭痛の薬を卒業することができた魔法の粉があるんです。そこで今回の動画では味噌汁のダイエット効果を倍増させるどこのご家庭にもあるもので、いつものスーパーで手軽に買える粉末状の食材でコスパも最高の魔法の粉を7つ詳しく解説していきます。この動画を見終わった後には、私が実際取り組んでいるさらに味噌汁のダイエット効果が倍増するおすすめレシピがわかるので、この粉を入れた味噌汁を早速作って飲んでいただき、1日も早くダイエットを卒業していきましょうね。では早速解説していきますね。突然ですが質問です。あなたの味噌汁、定番の具材って何ですか？私も味噌汁は毎朝美味しくいただきますよ。例えば私の今朝の味噌汁の具材はお豆腐でタンパク質、大根人参のお野菜でビタミン、わかめで海藻の食物繊維、そして日本人の腸に合った最強の発酵食品といわれる味噌を使うといった、このように味噌汁は一度にバランスよく栄養が取れて腸内環境も整う、まさにパーフェクトダイエット食なんですよね。今回の動画では味噌汁に入れると味噌汁のダイエット効果が倍増するんですよがテーマなので、もっと詳しく味噌汁のダイエット効果を知りたい方はこちらの動画をご覧くださいね。では早速ここから私が実際に取り組んでいるさらに味噌汁のダイエット効果を倍増させる魔法の粉を7つご紹介します。それぞれいつもの味噌汁にちょい足しするだけで超簡単なので今すぐ作ってみてくださいね。味噌汁に入れるとダイエット効果が倍増する魔法の粉、1つ目、すりごま。すりごまを入れることで貧血改善効果がアップして痩せるんです。貧血とダイエットって関係あるのって思いますよね。あるんです。貧血の人は太りやすくなります。なぜだと思いますか？人の体は毎日約 400mg の鉄分が失われます。鉄分が不足するとヘモグロビンが減少するんですが、体中に酸素を運ぶ働きがあるヘモグロビンが減ることで体に十分な酸素を送ることができなくなって酸欠になって貧血になります。結果体の隅々まで酸素や栄養が届きにくいので代謝が下がって太りやすくなるんですね。そこで大活躍してくれるのがこのすりごま。ごま大さじ1杯 10g にはほうれん草1茎 45g と同等の鉄分が含まれているんです。またごまにはカルシウムも多く含まれています。カルシウムは骨を作るだけではなく、不足するとイライラや肩こり、また高血圧の原因となります。同量なら牛乳の11倍ものカルシウムを含むごまは骨粗鬆症の予防にも効果ありです。でここからなんですけど、同じすりごまでも私はこちら黒すりごまにしています。なぜだと思いますか？黒すりごまにはアントシアニンやセサミノールといった抗酸化作用に優れた栄養素、そして髪や頭皮環境を整えるのに優れたビタミンやミネラルなどが豊富だからです。この抗酸化物質は体の老化を促す活性酸素を除去して血管の状態を整えてくれます。この働きによって血の巡りが良くなり、細胞の隅々まで酸素や栄養が届きやすくなって、結果代謝がアップして痩せるんですね。私はお味噌汁1杯に対して黒すりごまを大さじ1入れて飲んでいます。
またこのごまの香りが、ね、いいんですよね。さらに味噌汁を美味しくしてくれますよ。味噌汁に入れるとダイエット効果が倍増する魔法の粉は2つ目、昆布粉末。昆布粉末を入れることでデトックス効果がアップして痩せます。昆布の旨味成分であるグルタミン酸が腸の働きを促して腸内環境を整えます。さらにコダインという水溶性食物繊維が発酵して腸内細菌を増やし、腸の働きを整えたり体内のコレステロールを排出してデトックスしてくれます。また血糖値の急上昇を抑える作用があって、インスリンの過剰分泌による脂肪の蓄積を抑えてくれます。また昆布のぬめり成分アルギン酸やフコキサンチンにはコレステロールの急上昇を抑えるだけでなく、血中のコレステロールの増加も抑えてくれるのと、さらに脂肪の燃焼を促進する作用もあるんです。そして基礎代謝をアップする成分要素によって効率よくエネルギーが消費され痩せやすくなります。ここまで大丈夫ですか？こんな素晴らしいデトックス、ダイエット効果の高い昆布粉末を入れた味噌汁、今すぐ飲みたくなりますよね。私はお味噌汁1杯に対して昆布粉末を小さじ2分の1くらい入れて飲んでいます。味噌汁に入れるとダイエット効果が倍増する魔法の粉は3つ目、粉寒天。粉寒天を入れることで便秘改善効果がアップして痩せるんです。下腹ぽっこり、毎日すっきり出ないなんて本当に嫌になりますよね。寒天は食物繊維が豊富なので便通に丸、しかもカロリーゼロ。また寒天の食物繊維は糖の吸収を遅くしてコレステロールを吸着、腸での吸収を抑えてくれます。その結果血糖値の上昇が緩やかになり、余計なコレステロールが体外に排出されます。そのため寒天は高血糖や高コレステロール、高血圧の改善や予防にも効果があるんです。粉寒天の1日の摂取量は 4g から 6g なので、例えば朝昼晩と毎食味噌汁を飲む方は1回につき 2g を目安に1日3回に分けて摂るようにしましょう。1袋は約 4g なため、1日に粉寒天1袋を目安に摂取できるといいですね。私はお味噌汁1杯に対して粉寒天をこの半分くらい入れて飲んでいます。味噌汁に入れるとダイエット効果が倍増する魔法の粉4つ目、生姜パウダー。生姜パウダーを入れることで冷え改善効果がアップして痩せます。生姜の体を温める作用の辛味成分ジンゲロール、生姜オールには体の新陳代謝を活発にし血行良くする働きがあるので、冷えの改善、また脂肪燃焼や発汗作用、代謝を促進してくれます。体温がたった1度上がると基礎代謝がなんと約 12% もアップすると言われていますし、利尿効果もあるので余分な水分や老廃物の排泄を促すこともできます。特に朝飲むと1日中体がポカポカです。生姜パウダーなら1日 1g から 2g 程度の摂取で十分なので、毎日無理なく続けられますよ。私はお味噌汁1杯に対して生姜パウダーを2振りくらい入れて飲んでいます。味噌汁に入れるとダイエット効果が倍増する魔法の粉5つ目、シナモン。味噌汁にシナモンってまずそうって正直思いませんでしたか？私も最初そう思っていたんですが、これがまたスパイシーな感じになって美味しいんです。ネットでも味噌汁とシナモンレシピと検索してみてください。たくさんレシピ出てきますよ。で、私は特にさつまいもとかかぼちゃの味噌汁にこのシナモンを入れるのがもうくっせになる美味しさでお気に入りです。で、ここから、ね、シナモンのダイエット効果に戻りますね。シナモンを入れることでむくみ改善効果がアップして痩せます。漢方でもよく使われているスパイスで利尿作用があるためむくみの改善効果がアップ、特に下半身太りに有効です。また血糖値の急激な上昇を抑えてくれたり、体を温める作用もあるので痩せ体質にしてくれますし、特に内臓脂肪、中性脂肪の分解を促進してくれます。ちなみに私が使っているこちらのシナモンはオーガニックでフェアトレードの商品、小さな積み重ねですが社会や世の中のために購入することでお役に立てたら嬉しいなと思って積極的に選んで愛用しています。よかったら使ってみてくださいね。私はお味噌汁1杯に対してシナモンパウダーを2振りくらい入れて飲んでいます。味噌汁に入れるとダイエット効果が倍増する魔法の粉6つ目、きな粉。きな粉を入れることでタンパク質不足を改善して痩せます。痩せるためには筋肉の元になる良質なタンパク質が必須なんですが、実は近年になって
過度の偏食傾向の影響でタンパク質の摂取量は激変していて、今や1950年代と同じくらいまで落ち込み、摂取するべきタンパク質の量が不足している人が増えているというデータがあるんです。そこできな粉の植物性タンパク質が大活躍。きな粉の栄養価は生や乾燥大豆とほぼ変わらず、大豆丸ごとのタンパク質が手軽に取れるのがいいですよね。また煎って粉にしているので、重量あたりの食物繊維量は大豆製品一番多くて、大さじ1杯に 2.7g も含まれています。きな粉は大豆製品の中で食物繊維がナンバーワン。食物繊維は胃や腸の中で水分を吸収して膨らんで、腸の蠕動運動を活発にして便通を促してくれるんです。またきな粉には大豆オリゴ糖も含まれているので、腸内環境を整えてくれる効果があります。そしてきな粉に含まれる食物繊維は粘着性があるため、胃や腸の中をゆっくりと移動するので、糖質の吸収を緩やかにします。結果、食後の血糖値の急上昇を抑えてくれるんですね。そうすると脂肪を溜め込みにくくする効果がアップします。またきな粉に含まれるイソフラボンが女性ホルモンのエストロゲンと似たような働きを持つと言われています。きな粉を摂取することで更年期障害を和らげる効果もあります。さらにイソフラボンにはコレステロールを低下させ、動脈硬化を防ぐ働きもあると言われている。でもここまで聞いて、きな粉ってすっごいって思いませんか？さらにきな粉のダイエット効果を知りたい方はこちらの動画をご覧くださいね。ここまで大丈夫ですか？そこで私のおすすめはこちらの黒大豆のきな粉。アントシアニンがたっぷりで脂肪がガンガン燃える。私はお味噌汁1杯に対してこのきな粉を大さじ2分の1くらい入れて飲んでいます。きな粉の香ばしい香りとコクが出て美味しいです。私のお気に入りです。味噌汁に入れるとダイエット効果が倍増する魔法の粉7つ目、ゼラチンパウダー。ゼラチンパウダーを入れることで睡眠改善の効果がアップして痩せます。そもそもゼラチンとは何かご存知ですか？動物の骨や皮を煮て作った水溶性タンパク質です。これはコラーゲン由来のタンパク質ですね。なのでゼラチンを摂取することはコラーゲンを摂取するのと同じこと。お肌もプルプルになるし、腸壁が保護されるので腸の動きが良くなって代謝がアップするので、もういいことだらけ。私たち女性にとって嬉しい効果ですよね。そしてこのゼラチンがすごいのは、ゼラチンに含まれるグレシンというアミノ酸が睡眠の質を上げてくれるところ。あなたは毎晩ぐっすり眠れていますか？痩せるためには良質な睡眠が大事。このゼラチンの睡眠改善効果で朝までぐっすり眠れるといいですね。でここからよくある質問なんですが、ゼラチンパウダーは1日何グラム取ればいいですか？なんですけど、摂取目安量は1日5グラムから10グラム程度になります。私はお味噌汁1杯に対してゼラチンパウダー1袋5グラムくらい入れて飲んでいます。あなたに合う魔法の粉いくつチェックつきましたか？よかったらコメントで教えてくださいね。では健康で綺麗に痩せる具体的な腸活ダイエット法はここからです。私は腸活ダイエット講師として17,000人を超える女性のケアをしてきた経験から、多くの女性をダイエットの成功に導いてきました。今回の動画でご紹介しきれなかった美味しく食べて綺麗に痩せる1ヶ月分の食事メニュー90食分、綺麗に痩せるための体質タイプが分かるチェックリスト、腸活ダイエットが今すぐ実践できる電子書籍、ダイエットの個別カウンセリングの特別参加券などなど、合計23大特典を公式 LINE 限定で無料プレゼントしています。さらに今なら3ステップで学べるマイナス10キロリバウンドなしの腸活メソッドを簡単に実践できる腸活ダイエット完全攻略動画をご覧いただけます。腸活で食事改善といっても何をしたらいいのかわからないという方は、この動画は超おすすめです。プレゼントの受け取りはこの動画の下の動画タイトルをタップ、概要欄が表示されたら赤枠の公式 LINE の URL をタップ、10秒ほどでプレゼントが受け取れます。すでに登録済みの方は今後も有益な情報が配信されますのでお楽しみに。以上、あなたに今すぐ味噌汁に入れてほしい魔法の粉7つについてお伝えしました。すぐに始めてみてくださいね。ということで今回のまとめです。味噌汁のダイエット効果が倍増する魔法の粉は、1すりごま、2昆布粉末、3粉寒天、4生姜パウダー、5シナモン、6きな粉、7ゼラチンパウダーでした。今回も最後まで見てくださり本当にありがとうございました。もしこの動画が役に立ったなと思っていただけましたら、いいねや感想をコメント欄にお願いします。次回も腸内環境を整えて根本的な痩せ体制と生まれ変わるための役立つ情報をお伝えしますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。